はい、どうも、美山です。今日はですね、最終動画が続いてるんで、たまにはね、違うのもってことで、いつも洗い物やってるんですけど、今日はね、洗い物しながら、なんか雑談でもちょっと、やってみようかなと思って、ちょっと、回してます、カメラをですね。まあね、結構溜まってきたんですよ、洗い物が。まあ、時期が時期だけにね、洗い物に追われる日々です。洗い物に追われますね。はい。まあね、これ毎日というか、今日もしょっちゅうやってるんですけど、今日いろいろね、最近思うこととか、なんかいろいろ皆さんの、コメントのね、質問とか結構来てるんで、アンサー動画じゃないけど、なんかそんな感じでやっていこうかなと思って、ちょっとカメラ回してみました。はい、写真、あれもしながら話していきますね。はい。まあですね、最近、最終動画よく上げるんですけど、まあね、皆さんたくさん、コメントしていただきね、本当ありがとうございます。はい、見ていただいてすごく嬉しいですね。まあでもですね、結構前からいろいろ質問とか受けてたことがいくつかあって、まあ結構聞かれるのが、お仕事を何やってるんですかって結構聞かれますね。はい。結構聞かれます。まあ、仕事はですね、一応自営業やってます、自営業。はい、サラリーマンではないです、私。まあ、サラリーマン時代はあったんですけどね。でもサラリーマン時代、どうかな？ 3 年ぐらいやったと思います、サラリーマン時代は。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、何の仕事ですかって、まあ、詳しく言っちゃうとね、なんかいろいろ特定されるのも嫌なんで、詳しくは言わないんですけどね。まあ、自営業です。はい。あとは何かな。そうそう。ブリード歴何年ですかとかね、結構聞かれますね。私多分ね、はっきり覚えてないけど、多分10年ぐらいだと思います。10年ぐらい。でもね、10年もやった割にはね、腕が伴ってない感じです。はい、自分でもちょいちょいいますけど、まあ万年初心者っていうかね。やっぱりね、こう、やり込んだ方と比べたら、やっぱ私ね、ちょっと、10年やってきたんですよっていうのも、この恥ずかしい部分がありますね。やっぱね、他のね、昆虫動画配信者様見てたら、やっぱ、わ、すごいなとかね。まあ、単純にね、ブリード技術がすごいっていう方とか、まあ、なんていうのかな。やっぱいるんですよね。まあ、動画的にね、面白いなとか、すごいなって方もいらっしゃって、やっぱね、やっぱ、YouTube とか見てたら面白いですよね。私もね、やっぱ昆虫好きなんで、特にクワガタカブトムシが好きなんで、よくね、YouTube 見ます。他のね、昆虫動画配信者とかもよく見ますよ。しょっちゅう見てます。しょっちゅう見てます。皆さんね、まあご存知、皆さんご存知と思いますけど、グッサン、グッサン JP さんね、グッドさんって書いてる、グッサン。グッサンすごいですよね。グッサンね、すごいなと思っていつも見てます。多分あれじゃないですか。昆虫動画、昆虫採集動画では、方、多分、日本一じゃないですかね。まあ、再生数とか。ね、グッサンすごいな。グッサンね、編集とか凝ってるし、何よりもね、グッサン面白いですよね。面白いし。すごいこう、人柄がいいというか、あれはね、やっぱ狙って出せるようなもんじゃないで、やっぱ、すごいいい方なんでしょうね、グッサン。なんか人間的にもね、憧れるというか、そんな感じで見てます。はい。もちろんね、YouTuber としても、まあ、すごいなと。グッサンすごいなって、いつもね、見てますよ。はい。ね、だから、グッサン好きすぎて、私の動画でも、キュッ
いとかね、あの言ったことあるんですけどね、あれはもう本当グッさんすいませんでした、ね、もし見てらっしゃったらちょっとねここで謝っておきますので、どうかお許しください、はい、これからもね調子乗ってケロッピーとかあの言わせてください、はい、まあそれはどうでもいいか。他にもね、よくね、YouTube 関係のね、動画配信者見ますよ。やっぱあの裏番台たどまるさんとか面白いですよね。うん。あの方もね、やっぱね、すごい、なんかユーモアのある方やなと思って、こう、毎回笑わせてもらってますよ。うん。うちの息子なんかね、たどまるさんのファンでね、あの、骨董動画、こうやって、ちょいちょいちょい、ちょいちょいちょいってやってる、たどまるさんが。あれ、マジ何回も、何百回も見てましたからね、うちの息子が見せて見せてって毎日のように本当、はい、もう好きすぎてね、ちょっと田沼さんちょっと困ってるんでね、ああいうあんまり悪の強い動画はちょっと困りますまあまあ楽しいんですけどね、うん、楽しんで見せてもらってますけど、うん、田沼さん面白いですね、よく見てます、好きなユーチューバーの一人。あとね、やっぱね、皆さん知ってると思いますけど、あの黒猫チャンネルさんもね、なんつうかすごいこう人気がありますよね。うん、最近再生数の伸びとかすごくて、わすごいなと思って。実は黒猫さんと私結構仲良くて、会ったこともないのにほぼ毎日ね連絡取り合ったりしてて、はい。なんか僕はね勝手にこう親友みたいに思ってるんですけど、ね、そうそう黒猫さんね仲良くさせていただいてるんですよね、本当にねありがたいことです、はい、他にもねあの緑好きピロさんはね住んでるとこが近いんで、まあこれたまたまですよ、たまたま近かったんでね、やっぱりこう結構な頻度でお会いしますね、はい、お互い自営業なんでね、うん、やっぱある程度時間は作れるんで、それでね平日に会ったりよくするんですけど、まあ、会えないときは全く会えないですけどね、お互いねやっぱこう不意に忙しくなったりしますからね、うん、でね、今ね昆虫採集も昆虫採集のシーズンなのでね、やっぱりなるだけ行きたいなというところはあります、はい、シーズンで言えばね多分1ヶ月あるかないかですからね、昆虫採集のシーズンなんて、うん、1年、ね、12ヶ月の中で1ヶ月ぐらい、まあ、12分の1、1年で考えたら12分の1ほどのね期間しかないので、まあそんだけね価値ある期間ということで、やっぱりなるべく行きたいですね、はい、行きたいですよ、よいしょ。でね、足しげく帰ってるんですか、やっぱねこの時期昆虫採集動画にねやっぱ批判的なコメントも多いです、乱獲やめろとかね、うん、いい年してみっともないとか、ね、乱獲はね、まあ、10匹も持って帰ってないね、まあ、たまにはね 4,5、まあ、4、5匹ぐらい、だいたい 4、5匹ぐらい持って帰るのかな、まあ、多くても10匹いかないかな、まあ、そんな感じで持って帰って乱獲って言われたらちょっとねどうしようもないなっていう部分がありますね。でもまあおっしゃる通りね、昆虫採取クワガタ取ってくるのはね褒められた行為ではないし、でいい年してみっともないというのはね確かにねその通りです。それについてはね、グーの音も出ないんですけど、うん、いいおっさんがね、クワガタ落ちてきて、わーわーキャーキャー言ってるのはね、それはみっともないですよね。はい、それはね、本当申し訳ないと思うんです。ただ私もね、まあ、無意味に山に行って取ってきてね、自分、なんていうかな、ペットとして、飼ってるとか、そういうのじゃなくて、なんていうかな、結構知人、友人からね、取ってきてほしいとか、うん、あと、なんだ、企業とかね、ショップから依頼されたり、取ってきてほしいと、まあ、そういったことでね、まあ、言ってますからね、うん、まあ、もともとね、好きっていうのはあるんですけど、昆虫採集がすごく好きっていうのは、うん、でもね、そういうね、
あの要望や依頼がないと、まあこんなにいかないですよね。うん、私だってね、そうやってね、私のね、最終スクリーンを、まあそうやって私の最終スキルをね、頼ってくださる方がいるうちはね、まあね、時間があれば行ってね、要望に応えたいなっていう部分もありますし、まあね、取ってきたのをね、知人友人にプレゼントしたりね、そのお子様なんかにプレゼントしたりはまあしてるんですけど、まあ企業やね、ショップの依頼であればある程度ね、お金をいただいたりはしてます。はい。昆虫採集、まあ取ってくるつってもやっぱ結構経費がかかるんですよね。うん、ガソリン代とか、飲み物代、飲み物代、あとまあ食べ物ですね、まあ飯食べたり、はい、そしてね、まあ採集アイテムもね、ある程度あったり、あとね、やっぱ歩くんで、靴ですね、靴がすぐボロボロになります。もう夏のね、消耗品の一つです、靴。あとね、ズボンもまあね、それなりにボロボロになってくるし、シャツなんかもね、毎日汗だくでしょっちゅう洗濯しますんでね、新しい T シャツ用してもまあ一夏持たない感じかな。うん、まあ、そんなの全て含めたらね、結構意外と経費がかかるんですよ、その昆虫採集ね。企業やショップから、ね、企業やショップから取ってきて言われて取ってくるにしてもね、やっぱね、ただではいどうぞっていうわけにはいかないなっていう部分があってね、ある程度ね、最低限金額請求はしてますというかね。まあそんな感じで言ってるんでね、まあ確かにね、いい大人がみっともなくはあるんですが、うん、まあ無意味に言ってるわけじゃないということでね、その、うん、なんていうかな、そんな感じです、ね。はい、まあでもね、褒められた行為ではないんでね、昆虫採集、ね、僕も胸張ってね、なんていうかな、何が悪いとか言えないんですけどね、そんな感じです。あー、腰が痛い。これ結構腰痛いんですよ、腰がね。ちょっとね、この距離、奥行きがありすぎたかな、これね、シンク作るのにね。これ、あ、こういう洗い物するならもうちょっとシンクを高く、奥を浅く、短く、奥を浅く短くすれば多分ね、腰やられずに済むかな。ちょっとね、このシンク作ってるの唯一の公開どころはそこです、ね。腰やられるんですよね。腰やられるんですよ。ね、これずっとやってたら本当やられますよ。もう若くもねえし。うん、さっきのね、好きな YouTuber の方はちょいちょいいましたけど、まだ他にもね、見てる人僕たくさんいますよね。はやたんさんとか、最終ライブ配信してますよね。あれ面白いですよね、ライブ配信ね。僕もできたらやりたいんですけどね、何しろ電波届かないしなとかって。多分やるならね、結構機材を揃えなきゃ無理かなと。うん、私ね、機械とか全然詳しくないというか、どっちかというと苦手なんでね。うん、私の動画のね、編集具合見れば分かると思うんですけどね、ムービーメーカーとかね、なんかね、分かんないですよね。やろうとはしたんですけど、あと他ね、いろいろいろんなことやろうとして結局できなくて断念してるというね。うん、まあそんなおっさんなんですよ、私ね。情けないことですがね。でもいつかね、ある程度こう、私の動画にね、音楽つけたり、BGM ね、BGM つけたり、効果音つけたり、字幕出したり、いつかやってみたいんですけどね。うん。まあ、そのうちね、気が向いたらやってみます。はい。結構ね、私めんどくさがりなんでね、あ、いつやるかわかんないですけど。あ、そうです。思い出した。あれですね。
私の動画をパクってるやつがなんかちらほら出てきたみたいですね。ありがたいことにね、視聴者の皆様からそのなんか無断転載されてますよって教えてくださるんですよ。はい、なんかね、まあ、ありがたいですね。無断転載は腹立つんですけど、そのね、教えてくださるね、その気持ちがすごいありがたいです。いつもね、ありがたいと思ってね、そのコメント、意見を、まあ、拝見してるんですけど。まあね、言われてみてみたら、やっぱりね、知らない人がね、私の動画をやってて、ね、タイトルもめちゃくちゃですよ。なんか、大クワガタ撮ったとかね。俺、そんな動画出してないし。ね、タイトルがね、黒猫ゲームスさんのタイトルだったり、ね、なんか他の配信者のタイトルだったり、なんかね、めちゃくちゃなんですよね。ね、私のみならず、他の方にも迷惑ですよね、それね。そんな合わせ技でやっても全くって思って。ね。だってまあ悲しいことにね、その場合私一人が、その違反報告してもね、まあ YouTube 取り合ってくれないんでね。はい。まず取り合ってくれない。取り合ってくれないんでね。どうしようもないですよ。泣き寝入りですよね。泣き寝入り。こうカメラ熱いんですよ。熱持ってね。ここ。顔の横にね、カメラがあるんですけど、ここにね。これも熱持ってて熱いんですよ。ね。うん。まあ、好きでやってるんで、まあいいんですけど。ね、この時期ね、暑いなと思います。冬ならね、まだいいんですけど。暑い。暑い。はい。そうそう。ね、YouTuber そうやってね、違反報告取り合ってくれないんでね。泣き寝入りです。ね。歯がいいけど、仕方ない。でも、ようね、無断転載してね。なんていうかな。そんなのに一生懸命になる気持ちのね、ベクトルがもったいないですよね。ねえ。そんなことしてしまったらね、なんか自分で何でもいいか動画の一本でも撮ってなんかやった方がよっぽど気持ちいいだろうになって思うんですけどね。うん。まあ例えば私がそういうことをやったとして、うん。なんていうかな。なんかビクビクしますよね。うん。あ、天才ってバレたらどうしようとか多分考えたり、アカウントをね、Google かアカウント消されたらどないしようとか思ったりするんですけどね。その人たちは、なんていうかな。そういうの全くないのかな。不思議やなと思って。そういうチャンネルいっぱい作ってるから、ある程度消されても何とも思わないのかな。わかんないですけど。まあ、とにかくね、やめてほしいですよね。なんかね、裏番台太郎丸さんとか、うん。その動画もやっぱり天才、無断天才とかされてるみたいで、ね、グッさんもやられてるでしょうね、やっぱりね。あんだけ有名ですから。ね、黒猫さんもやられてましたね。ったく。無断天才やめてくれよって話ですよ。と。ねえ。お互い楽しくないよな。無断天才した方も楽しくないだろうし、された方も楽しくないし。ねえ。あんなん良くないよ。良くないよって言ったって、まあやめないんでしょうけどね。悲しいです。ね。まあある意味ね、その、ね、天才してくれるほどね、ある程度見られてんだなっていう、そういう光栄ではあるんですけどね。うん。でもなんか微妙。ねえ、なんていうか、複雑な心境です。うん。でもやっぱり嫌だな。嫌ですよね。あ、嫌だ嫌だ。嫌ですよ。ね、この時期やっぱ洗い物今度は溜まるんですよね。これめちゃくちゃ溜めたわけじゃないですよ。ちょこっとほっといたらもうこんなになりました。ね、大変です。どうしようかな。そうそう。このシンクもね、あのめちゃくちゃ広いわけじゃないんでね、やっぱりね、ちょいちょい洗っていかないとキャパオーバーしますからね、ストックの洗い物ストックのね、こうやって時間見つけてやるしかないですよ。ちょっと急がないとな。今日ね、今ちょっと午前中なんですけど、今日ね、経営者仲間の人たちがね、あのイベントやってるんですよね。
イベントやってて、そうにね、まあ虫をある程度提供してくれるんで、まあ渡してるんですけどね。昼ぐらいにね、様子見に、行ってみる約束はしてるんですよ。お、来たか。え、何？もう帰ってきたの？はい、息子です。お父さん今撮影してる。ね、急に来んなよ。急に来んなよ、お前。ちょっとびっくりしたんやけど。閉めてね。よし、オッケー。失礼しました。急に来るんですよね。ちょっとびっくってなりましたけど。何事だ。ねえ、うちの息子もね、もう大きくなって、うん、子供の成長はね、早い早いってよく聞くけど、本当早いですよ。なんかね、子供の成長は嬉しくもあり、寂しくもありますね。うん、寂しくもある。たまにね、ずっとちっちゃくていいよって思う時あるんですけどね。そういうわけにはいかんからね。わしだってね、そう長い時間も経たず猛獄じじいになってね、子供を養えなくなるんでしょうから、やっぱり子供は大きくならないとダメでしょうけど、やっぱりね、親御さんの皆さんはね、みんなそうだと思うんですけど、我が子がね、やっぱ可愛いよね。我が子は可愛い。ね、Twitter とかでね、ちっちゃい子、ね、クワガタ仲間のちっちゃい子とか見るんですけど、やっぱ可愛い。ね、癒されますね。ちっちゃいとね、やっぱ他人の子でもすごい可愛いね。可愛い。たまなんです。可愛い。最近Twitter のディスピニースさん。ディスピニースさんのね、子供とかね、たまにね、Twitterに載せてくれるんですけど、もう可愛いね。あれね、ディスさんね、溺愛してますね。あんな、我が子があんな可愛かったら、それは溺愛しますよね。ね、可愛いよ。あとなんだ、あれ、ワクワク探検隊さんのね、タディさん。タディさんのね、お子さんもね、何回か拝見したんですけど、可愛いね。あれですよ、クワガタ入れる虫かごを、もう伝説の虫かごとしか言わないらしいです。ね、そういうとこも可愛いですよね、子供ってマジで。たまらん。はい。ね、たまらんす。でもね、よう考えたら自分たちにもそういう時代があったのかなとか思いますね。ね、まあこれ、ね、動画見てる皆さんもね、赤ちゃんの時代があって、親御さんにね、溺愛されたんでしょうね。まあそう考えると、親にはね、感謝しないといけないなとか思いますね。うん、普段は全く思わないですけど、煩わしいだけなんですけどね。ね、何もできない自分をね、育ててくれた時代は必ずあったんだから、やっぱ恩返しってのはせないかんですね、親に。うん、何の話だこれ。何の話しだしたんだ俺は。はい、あれですよ、まあ子供は可愛いってことですね。うん、あ、ほんとかなり雑談ですね。もう今日は雑談っていうか、もうあれですね、独り言を口にしてるような感じですね。はい、こうやって雑談動画とかかなり久々やった気がするな。どうなんでしょう。あと、ね、まあ、これ、関係ない、あんま関係ないかもしれんけど、これ生配信、ライブ配信ってあるじゃないですか。あれね、ちょいちょいやってくださいって言われるんですよね。ねえ。やりたいけどね、ようわからんのやな。緑好きんピロさんになんかいろいろ聞いてみようかな。うん。俺ってね、あるんですよ。情けないことに、もうやったことないことにはすごいこう、なんちゅうかな。踏み出さない性格してるんですよね。うん。ね、ダメですよね、こういう性格。で、皆さんに言われてね、ライブ配信やってくれてこう、要望があるんで、
いつかね、やってみたいと思います。ね、質問受け付けたりね。ね、あ、皆さんがね、そのあんま興味あるかどうかは謎ですけど。何人か来てくれたら嬉しいな、そうやってね。うん。ライブ配信なんかもいつかやってみよう。その時は皆さんよろしくお願いします。ちょっと待って、あ、ちょっと水が少なくなってきたな。このケースなんだ、俺全く記憶ないぞ。でも一応洗おう。これピロさんのかな、ピロさんから何か借りた時にあったのかしら。あ、そういえばさっき息子が呼びに来たな。あ、そっかそっか、出かける時間か。あ、出かける時間に多分なりました。ここで中断しようかな。はい、ちょっと洗い物中断します。で、今日まあ昼ねイベント手伝えて、それからまあちょっと寝て、少し具合悪いんでね、少し具合悪いんで寝て、夕方から仕事なんですよね。そうね、自営業の方のね。なんで洗い物今日はここまでにしておきましょうかね。また夜中に洗い物するかもしれないけど、気力があったらね、やりたいな。はい、ということで、洗い物は中途半端ですけども、今回の雑談、洗い物雑談動画ここまでにしときます。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。見る人いるのかな？何人かいるよね。これからもね、ふつつかな動画ですが、見てください。よろしくお願いします。はい。よし、これでいいや。ということで、イベントヘルプ行ってきます。はい。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。あ、腰痛い。